ジュースにくすみカラーが登場しました。皆さんこんにちは、ピースケです。今回紹介するのはパイロットのジュースシリーズから10周年記念モデルの第2弾くすみカラーが登場したので紹介していきたいと思います。第1弾がですね、こちらの動画で紹介したクラシックカラーなんですけども、まだご覧になってない方はぜひご覧になってみてください。今回は残念ながら数量限定という形にはなってしまうんですが、お値段は1本あたり100円プラス消費税で購入することができますので、価格とバランスが非常に優れた製品となっています。今回はですね、6本入りのスイートミルクセットを購入したんですけども、カラーがこちらの6色で、杏ミルク、ハニーミルク、メロンミルク、バニラミルク、ベリーミルク、桜ミルク、以上のとても可愛らしい6色展開となっています。ちなみに画面ではちょっと分かりづらいんですが、ゴム製のグリップも付属しています。だいたいこの辺からこの辺りですね。ということで、この動画ではジュースくすみカラーの色見本を作った後に黒い紙を使ってどのように発色するのか見ていきたいと思います。ということで、はじめに杏ミルク、続いてハニーミルク、メロンミルク、この色非常に可愛いですね。バニラミルク、ベリーミルク、桜ミルク、はい、ということでこんな感じで描くことができました。非常に可愛らしい色なんですけども、特にですね、3番目のくすみグリーン、メロンミルクが可愛い色だと感じました。裏抜け裏写りにつきましては問題なくて、続いて赤シートチェック、アンズミルクとハニーミルクは消える色かと思ったんですが、かなり筆跡は残ってる感じなので、今回登場したジュースのくすみカラーにつきましては赤シートで消える色は一色もないようですね。次に黒付箋に書いてみたいと思います。参考までに同じ並びで書いてみたんですが、どれも非常に綺麗に発色していまして、黒い紙にミルキーペンのような感じで使うこともできますので、非常に楽しいペンだと感じました。最後にこの動画のまとめなんですけども、パイロットからジュースの発売10周年記念モデルということで第2弾のくすみカラーが登場しました。とても可愛らしいラインナップで、コンセプトはおしゃれカフェのメニュー。お値段は1本あたり100円プラス消費税で購入することができますので、非常にコスパの優れた製品だと感じました。ボール径が 0.5 のみということが非常に残念なところで、数量限定ではなく通常販売にしてほしいくらいのクオリティだと感じました。黒い紙に筆記した際にミルキーペンのような感じで使うこともできますので、通常の発色ではくすみカラーで非常に可愛らしく使うことができるんですけども、黒い紙に書くと雰囲気もちょっと変わった感じで書くことができますので、気になる方はお近くの文房具店で探してみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。